今回のテーマはオーディオ機器の相性について、プリアンプとパワーアンプの組み合わせ編ということでお送りいたします。まず全体のサマリーです。今回は前編としてお送りいたします。1、当チャンネルが推奨するプリとパワーの組み合わせ、プリアンプとパワーアンプの組み合わせについて推奨例をご紹介いたします。2、なぜ相性が生じるのか、相性がどういうことで生じるのかについてご説明いたします。以下後編のメニューになりますが、3、偶然できたナイスな組み合わせ、4、調子に乗って失敗、5、比較視聴実験空気録音。後編につきましては、私の個人的なオーディオ体験といいますか、そういうことについてご説明したいと思います。それでは始めたいと思います。次のページ、当チャンネルが推奨するプリとパワーの組み合わせ、個人の好み主観ですということで、これは私の考えですので、オーディオマニアが10人いれば、10通りの考え方はあるかと思いますが、私の好みに基づいた推奨例についてご説明したいと思います。1位から3位についてご説明いたします。まず1位、真空管プリプラス真空管パワー。これはですね、当チャンネルといいますか、私自身が真空管中毒ですので、真空管オーディオが大好きということで、その王道の真空管プリアンプと真空管パワーアンプを組み合わせると、主に私の場合自作のアンプを使っておりますので、そういう機器を組み合わせるというのがまず第1位ということにさせていただいておりますが、この辺はマニアによって好みで分かれる部分ではないかと思います。続きまして第2位、真空管プリアンププラス半導体パワーアンプ。ただしこの逆、つまり半導体プリアンプと真空管パワーアンプの組み合わせ、これもありかなということで第2位にしているんですが、これは比較的ですね、手持ちの機材で半導体のパワーアンプもしくはプリアンプ持ってるよという人は、ぜひ一度ですね、真空管アンプと組み合わせてミックスして使ってみていただきたいと。両方の味がですね、うまくするといいとこ取りという風な味が出てくるケースがありますので、割とおすすめのパターンです。続いて第3位、真空管プリアンププラスデジタルアンプ DQ パワーアンプ。写真でですね、実際には比較的小型な安価なシステム、中国製なんかで非常に安いデジタルアンプなんかが多く売られておりますので、そういうものを組み合わせても結構いい味が出てくるという事例です。この中国製とかですね、ものによっては国産のハイエンドのデジタルアンプなんかもあるんですが、それだけを使いますと、いわゆる DQ パワーアンプの音が全てを支配しますので、いわゆるデジアンの音っていう風になるんですけれども、そこにですね、異色の音色である真空管のプリアンプを加えることで、それがミックスして、これはこれで相当いい味を出してくるという風に、過去の経験から考えております。したがってこれを第3位ということで推したいと思います。非常にこれは安いコストで導入できますので、入門者についてはおすすめかもしれません。次のページ、なぜ相性が生じるのか理由を書き出しました。まず一番の、これが最も大きいと言いますか、気にすべきことだと思うんですが、インピーダンスマッチングなど電気的な相性、当然のことながらアンプは電子機器ですので、その主に出力インピーダンス、入力インピーダンスなどのマッチングっていうのが電気的に生じてきます。この相性っていうのがまず技術的にもあるかと思います。続きまして、アナログボリュームのインピーダンス変化、これは割と皆さん経験されているんではないかと思うんですが、アナログボリュームっていうのはですね、ボリュームを上げたり下げたりするとですね、そこでインピーダンスが変わってくるんですね。そこで音質が意外に変化してしまうというのがありまして、これを嫌うためにですね、オーディオマニアの多くはアナログボリュームを使わないで、例えばデジタルボリュームですとか、アッテネーター、抵抗式アッテネーターとかトランス式アッテネーターっていうのがあるんですが、こういうアッテネーターを導入するという方も多いと思うんですが、アナログボリュームに関しては、例えば通常ですね、7時から9時ぐらいの最初の出だしの部分で音量を変化させるというパターンは割と多いと思うんですが、いろいろ経験を積んできますと、それよりも上の方で音量調整ができる方が実際になんか音がいいと感じるとおっしゃる方が結構多くてですね、9時から
から12時、あるいは12時を超えた部分で音量の調節ができるようにすると非常に音が良くなってくるというような話が割と多々ありまして、まあ、このアナログボリュームがシステムに入っている場合にはこのインピーダンス変化について気にする必要がありまして、まあ、機材の組み合わせによってどの位置でボリュームが調節できるのかということがかなり音質に影響してくるかと思います。続きまして、機器の音質傾向のマッチング、これは当然オーディオですのでいろんなアンプに限らずですね、機材を組み合わせると、まあ、その音質の傾向っていうのが、ミックスされますので、まあ、そのマッチングによって自分の目指す音の方向に近寄るのか遠ざかるのか、あるいははたまた、音質がなんか劣化してしまうのかというような機器の音質傾向のマッチング、これがあるかと思います。続きまして、その他ラックやケーブル、アクセサリーの影響、まあ、これはその方それぞれに環境によってしまうと思うんですけれども、機材を設置する、まあ、ラックの振動の例えば影響ですとか、まあ、あるいは機材をつなぐためにケーブルを交換するというようなことがあったり、まあ、あるいはインシュレーターその他アクセサリーを交換するということがどうしても組み合わせにはついてもありますので、まあ、それらが意外に影響してしまうということはあり得るかというふうに思います。続きまして、未知の要素が影響、クエスチョンマーク。まあ、これはですね、オーディオっていうのはもう全てそうだと思うんですが、実は科学的に解明されているのはオーディオのうちのごく一部であって、まだまだ分かっていないことっていうのが多々あるというふうに言われています。まあそういうふうに考えない方も中にはいらっしゃるんですが、まあ、ベテランになればなるほど理論的だけでは語れないという要素があって、まだまだ別の要素がオーディオにはあるのではないかと。まあ、実際にですね、オーディオの歴史をとっていきますと、それまで分かっていなかった科学的なことが、まあ、後々解明されるというようなことは多々ありまして、まあ、そういうまだ今分かってない要素が何か影響してるんではないかということが考えられるかと思います。次のページ。とはいえ注意事項もあります、ということで、こちらですね、サンバレーさん、サンバレーさんっていうのは国内の真空管アンプキットのですね、まあ第一人者といいますかメーカーなんですが、そちらのサンバレーさんのサイトのコラムにオーディオ機器の組み合わせについてというコラムがあるんですけれども、こちらに結構今回のテーマに沿ったような、まあ実際のインピーダンス整合のような課題ですとか問題点、注意事項っていうのが記載されておりますので、概要欄にリンクを入れておきますので、まあ、ぜひこちらはご一読をお勧めします。ということで、今回は前編として、当チャンネルが推奨するプリとパワーの組み合わせおよびなぜ相性が生じるのかについて説明させていただきました。後編で私のオーディオ体験であります、実際に偶然起こったナイスな組み合わせですとか、それに乗じてですね、ちょっと調子に乗ってしまって失敗した事例とか、まあ、その比較視聴実験について後編でお伝えしたいと思います。それでは今回のオーディオ機器の相性について前編をお送りいたしました。you